こんにちは、どうも、パーティクスのケーキです。キッズナビ with the dress。 今回紹介したいコスメ商品はじゃん、ジルです。ジルスチュアートっていうブランドで、自分がすごい欲しかったものがやっと買えたので、本日ご紹介させていただきたいと思います。早速開けちゃいますね。自分の地元で買えなくて売り切れで、発売当日に行ったんですよ。1月4日が発売日だったんですけど、その日に買いに行って、地元で限定色が売り切れだったん で、その限定色が欲しかったんで、ちょっと名古屋まで出る機会があったので、名古屋の高島屋に行ったらなんとあるってことだったので、もう即買いしちゃいました。それがなんとこちら、箱でわかるかな、中も出しちゃうね。これです。なんか好きな子はこれでもう結構わかるかもしれないけど、じゃん、ジルスチュアートのこれがチークです。名前がブレンドブラッシュブロッサムの、この青とピンクが入っているのが07番ですね。限定色が今回2種類あったんですけど、06番の方とこっちが07番の方、06番の方どっちもピンクっぽい色味のもので、で今回私この青色のものが入っているのがすごいいいなと思ったのが、ハイライトになるんですよ。これがこっちがグローカラーで、ちょっとなんだよ、ツヤ感がある方で、こっちがフォーギーカラーって言って、なんかちょっとこっちと比べるとちょっとマット系な色合いのものになっています。すごい、もうこの時点で見た目可愛いですよね。一目惚れしてすぐ買っちゃいました。ネットで一目惚れして発売日に買おうと思ったんですけど、売り切れてたので、ぜひ皆さんもよかったら、これも欲しいってなってたけど売り切れてるって時には、ちょっと大きめのお店に行くと在庫とか残ってたりするかもしれないですね。で今回このチークに新しいブラシが一緒になって入ってるんですよ。こういったセットで、こういう感じでセットで入ってて、今までは普通の一つのタイプのブラシだったんだけど、こういう感じで2つ穴があるの分かります？1個目の穴にすると、店員さんに教えてもらったんですけど、下の方の穴だとちょっと濃いめにつけたい時にしっかり色づく用のブラシになって、上の方にするとちょっとふさふさになったと思うんだけど、なんか軽めに優しめにふわーってつく感じになるそうです。ちょっと色味見せてみようかな。しっかり色づく方で見てみたいと思います。こういう感じです。かわいいね。まずじゃあこの青い方、水色の方なんて名前なんだろう、何色っていう名前はないのかな。ちょっと水色目でこの辺ね見ててね。あ、すごい、あ、画面で見えるかな。なんかね、見た目だとツヤツヤしてるの、キラキラーって。まあちょっと見えづらいかもしれないけど、なんかハイライトって感じで、ピンクがすごいいい香りするんだけど、この辺わかるかな、この辺塗ったんだけど、ちょっと薄付きのピンクっていう感じの色になってます。これね、なんかハイライトはハイライトだけで使ってもいいらしいんだけど、合わせて使うとツヤ感のあるパール系のなんかピンクのチークみたいな感じになるらしいです。お仕事場でも多分早速明日から使っていきたいと思います。いやー、明日から使うの楽しみ。これが税込みで4860円。これがジルスチュアートのブレンドブラッシュブロッサム07番でした。これ名前がね、可愛いんだよね。ハロースプリングだって。春に向けてだね。ハロースプリングでした。では次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。動画見てくれてありがとう。グッドボタンもよろしくね。チャンネル登録よろしく。Twitter のフォローもよろしくね。ウェーイ。